はい、おはようございます。はい、おはようございま今す。日はまっちゃん15分遅刻と。そう、自分で言いますいか。や、違うのよ。ちゃんと早く、今日は3時半ぐらいに起きてるからあ、そうなんですな。か。で、いろいろやっとってんけど、今、店舗の前にゲロが、大量のゲロを吐かれてんのを発見して、水で洗い流しとって。どういうこと、ゲロが発見されて知んの？らんわ、いまだに酔っ払ってゲロ吐くやつおんねんなと思って。いつの時代のなあ、猿みたいなな、人の。まあ、猿でしょうね。猿でしょうね。って言うと、失礼だけど、まあ、猿でしょうね。人のお店の前になあ、ゲロ吐いてまな。あ、それは失礼、極まりないよね。なんか昭和の時代みたいな。昭和の時代はいっぱいおったけど、そうだこんなね。やつ。昭和の時代だよね。わかるわかなんる。か最近そんな人おらんもんな。平成から令和になるそうな。ね。そんな、いなくなりましたね。昔はな、ちょっと汚い話するけど、人間が野グソって言ってな、何それ？道端とか、ちょっと草むらにうんこしてる人とか、昭和の時代おったよ、昔の人って。なんか最近も、まずないけどな、犬のうんこすらあんまりないけワど、ンちゃんじゃないですか。ワンちゃんみたいなもんっすよね。昔はおったよ、ほんまに、昭和って。ななんんでこんなとこか、にうんこがあんねやろ、みたいな。それはそういうのかな。道端にパンツ脱ぎ捨ててるやつとかな。なんかおったよ、変なんがいっぱい。まあ、ええわ、下品な話は。はい、今日は2024年の9月の、今日日にち覚えてるぞ。9月の2日でございますと。2024年9月2日月曜日の朝7時15分。はい、今日も元気に行きましょよろしくお願いします。う。はい、お願いします。はい。まあ、これ、毎週月曜日やってるからな。そうですね。なんか一週間の始まりになんか、ディスカッションから始まるっていう、また頭のいいトレーニングになってますね、個人的に。で、まあなあ、俺この時間なんで、7時過ぎぐらい、会社に電車乗って行くみたいな人、結構みんねえね、歩いてる人。暗い顔してるな、みんな。暗い顔っていうか、ワクワ いクや、してなそういけなど、顔。自分のやりたいことやってないから、それは暗いでしょうね。なんか、いや、そうな顔してる人、これは結だって構。自分のやりたくないことやってて、なおかつやりたいことでお金稼げないんだったら、それは暗い顔するわ。東京都に多いやろ。いや、まあ、東京ってなんか使われてる人が多いよね。やっぱり下にね。だから自分が本当にやりたいことをやる人は少ないよ。全然少ない。それでまあ、あとあれか、ちょっと雨か、今日東京、晴れてるか、雨。昨日雨だったよ。昨日雨でして、結構すんごい土砂降りで雷落ちて、うちの電気の方も一回あれですよ。切れましたよ。なんかでもあれやな、最近の気象予報士みたいなやつの、あれ当たらんな、全然。まあ、当たらないというか、台風ってあれほんまにおったんかみ環たいな。境の問題じゃないの。当たらないというか、そもそも論のところなの気がしますけどね、なこれ。んかでもちょっとあるよ、ウェザーニュースみたいなのもう見てると、なんか支離滅裂に見えるよな、支離滅裂感。SNS ってどういうこと？ なんか人間が手書きで書いた、何、台風ここにいますよみたいな、あんなばっかですけなど、るほどね。本当のその台風がここの、台風の目ここにありますみたいな、雲の映像、雲。あれ出てけんよな、全然。そうね、そうだね。ほんまにおんのかみたいな。ほんまにオンムなのかっていうのは確かに驚きいますやー、ちょっとああいね。うのも疑ってかからなあかんな。なんかもう、ああいうのから支離滅裂感満載。今までとだいぶ違うよ、やっぱり。まあ、違いますね、そう、だいぶ天候がね。おかしいとか、地球全体がおかしいとか、そういう話じゃないぞ。情報がおかしい。どう曲いうこげられてる。なんか知らんけど。と？情報がおかしい、どういうこあんと？な変な動きする台風とか熱帯低気圧ないからな、そもそも。ああ、そうか。あっち行ってみたり、こっち行ってみたり。なるほど。はい。ピンポイントで奈良県天理市直撃しますとか、そんな情報昔なかったからな、はっきり言って。まあ、そうですなんでそんなピンポイントなんや、みたいな。関東で言ったらあれや、愛昔のなんかシステムと今のシステムって若干変わりましたよね、確かね。ちゃんところの辺の話でいくと、埼玉県所沢市に直撃しますみたいな。そんな話ないやろ、みたいな。そんなピンポイント。ピンポイントで直撃しますどな。んだけピンポイントなんや。どれだけどピんンだポけイント小で、さい台風なそんれや。はピンポイントでなおかつ間違えるでしょっていう。あれ、ちょっと俺、天気予報もギャグかなと思うな、やっぱな。逆ですか？笑わそうと思ってやってんのかな、あれ。ほんまにも
真剣にやってそうな気がしますけど、その真剣度が足りないのかわかんないですけどね。やー、もう真面目にあんなもん見とったらほんま偉い目やもな、ほんまに。こっちが。そうですね。よくなほいでんすま。地震もな、まあ地震とか噴火みたいなやつはいずれ来るやろうけど、なんかそれにしても最近くるくる詐欺？地震来るぞとか、台風来るぞとか。くるくる詐欺とかありますあ、ね。何をしたいんかな、でも。何をしようとしてるのかよくわからんねんけど。ねえ、本当ですね。なあ、台風来て、大雨降ったから米どころが大変やとかな、米ないとかな。あらバカ煽ってるよな、一生懸命。まあ、でも、うちのスーパーも米入ってきましたよ。う普通ん、に。まあ、これ見てると、あ、今日も、あれですな、物好きの皆さん、こんにちはと。米、めっちゃあるからな、まっちゃんとこ。取りに来てくれたらええぞ、みんな。大量にあるから、米。備蓄してるからね、まっはちゃいん。はいはいはい。なんいつかもまっ送ってちくゃんだのさ家い、からちょっと。と送ってっていう、え？まっちゃんの家からなんか送ってっていう言うですいね。や、送るのめんどくさいから、取りに来てくれたらいつでも送逆る。に、お米くださいってコメントしてくれたら、はい、どうぞ、みたいな。はい、今日も行きましょ今日行きましょう。今日は世界のニュースから行きましょうかね。世う。は界い。のニュース、なんか面白い出来事、そんななかったなと思いますけど、まっちゃんいや、的にありました？まあ結構動いてるぞ。覚えてます？特に金融は面白いことになってきたな、だいぶ。どんな面白くなってました？金融人は。民元がもう、なんだな、習近平っておったやろ、あれ。トランプさんみたいな。あれはもうおらんな。お俺のらん。見立てでは。あれはもう死んでるぞ。死んでいる。死んでる、死んでる。おらん、おらん、おらん。だから、ドル建ての中国じゃないな、今、貿易の様子見てると。新しい中国人民元っていう感じで動いてますわな。だから、ドルに紐づいてない人民元が、で、なんとかかんとか、この世界貿易、まあ、特にブリックス中心、まあ、特にロシアとの関係やな。これをしっかりドルから離れて立て直そうということで一生懸命やってますよ、やっぱり。だからあれ、やっ完て全いに、る。習近平というより、その前の、あいつおったやろ。あいつ、上海財閥の、あれ、何やったっけ？胡錦涛ちゃうわ、何やったっけ？ 何やったっけ？なんかようわからんやったけど、前のおったやろ、その前のやつ。アメリカとズブズブのやつ、バイデンとズブズブのやつな、上海財閥の。あれはあれでも完全に縁切れたっていうかな。もうここで御用だと終わってんねんけど、習近平もやっぱりちょっとこれはもうあなたここでお役御免ですよみたいな。だから新しい人民元っていう形で動いてるわな。だからドルを使わんとの貿易が特にロシアとかブリックスの域内で、中国人民元建てでのその貿易取引がやっぱ55%とか60%ぐらいになってきてるからな、今も。この半年ぐらい前までまだ40%ちょいぐらいやったんですよ。なるほどどっちね。かとってんけどな、もうドルの比率が、ドルを介してる比率がもう40%、全体の。それぐらいまでドルを使う比率が下がってきたということになってますわな、ブリックスの域内はな。だから人民元は人民元で一生懸命頑張ってる新しい人民元。ただ、まあ、それでも一回中国は貧乏になってもらわんと。まあ、ね、トランプが出てきたら、中国との貿易関税は60%にするとか、わけのわからんこと言ってるから、60%の関税って何みたいな。だ経済的にはもうアメリカとの縁はかなり薄くなっていくでしょうな。やっぱりね。だから、ブリックスの域内、ロシアを中心としては、そっちでアフリカ諸国、あとは中東、サウジ、あの辺りで組み立てていかんといかんねっていうことで。そうね、だから昔と違ったまあ泥がなくなるから、そりゃそうなるよね、なくなるというよりは、かなりもう使われなくなってきた、貿易通貨として。貿易決済でな。だから、当然、そのドルっていうのはどこ行くのって言ったら、アメリカに戻っていってしまうわけなんですよ。国債としてばらまいたな。FRB がな。だこれ、アメリカにもっと還流されてしまうんで、戻ってきたら大変なことになるからな、アメリカなんて。大変ですよね、そういうことですよインね、フレ、多分さらね。にインフレってなってくるから、だからここは、やっぱり、どうしてもドルの価値を維持する。要は、ドル高ですわな。これを、なんとかかんとか演出せなあかんということで、利上げですわな。利上げ。このドルを、世界中の人も買ってくれんから、G7 の中の人々、国とか、そこでこのドルを買ってもらって、支えなあかんかったわけですよ。だから、利上げして、
ね、いい利息つけて国債買ってもらっとったわけですけど、そうだまあ、こね。の間も言ったように、パウエルが関連すると、もう利下げやと、9月な、今月な。ということなんで、もうこれ、どうしようもなくなるよ。ああ、しょうもないね、確かにね。どうしようもないことになりますよ、売られるから。っていうのは、まだ完了してまうわけやから、アメリカに。もうこれ、もう終わりよ。でね、ただな、このドルとかユーロとか円って言ったって、この G7 の枠組みの中の、所詮、為替な、ドル高とか円安とかな、円高とか言ったって、所詮相対比較の中でやってるだけなんで、G7 の中で。うん、その外の世界、いわゆる人民元であったり、ロシアルーブルであったり、まあ、トルコリラはちょっと大変なことになってるけど、まあ、その他のブリックスを主体とした国々では、やっぱりね、その通貨、国が発行する通貨の裏付けというか、担保というか、信用力は、今のところ一時的に、これ、5章は続かんけど、一時的に今、避難先としてゴールドってなってるんですよ。うん、だから、この人民元の取引が60%に迫る勢い、うん、貿易としてな、貿易通貨として。これの裏付けはゴールドなんですよ。だからゴールドをあんだけ溜め込んでるし、中国もな。で、さらに、その、規制、引いてるわな、人民にそのゴールドをよその国に出したらあかんと。国外に持ち出すなと。いう規制はかなり厳しく敷いてるんで。だから、やっぱサウジの原油なんかにしても、まあ中国がな、中国共産党が、いや、もうドルじゃなくて人民元で売ってもらえませんかと言ったところで、まあ、サウジからしたら、いやいやいや、それはお宅、人民元なんて困りますみたいな話が、3、4ヶ月ぐらい前、まだやっとった、まだ半年ぐらい前ですよ。それが、やっぱり中国共産党がもサウジなんかに話持ちかけてんのは、いや、私とこゴールドあるんですと、これだけのゴールド持ってますと。ね。これが信用、担保とまではいかんけど、この信用、このゴールドの信用力が裏付けになった人民元なんですと。で、この人民元はゴールドに変えることができるんですよって言ったら、サウジからしたら、王様からしたら、いや、それの方が、いや、ドルよりいいよね、そっちの方が、みたいな。うん。もう紙くずになるドルよりな。今のところはまだ流通してるけど、うん、強いドルとなってるけど。うん。だからそういう話なんですよ。今のところ、だから一時的には、そのブリックス。動いていってる国々っていうのは、ゴールドが裏付けにある通貨でしかもやりようがないと、今のところね。まあ、おいおいブリックス通貨なるものも出てくるやろうけど、まだもうちょっと1年ぐらいは時間かかるという話なんですよ。それのつなぎっていう感じかな。とともにドルの価値はどん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 、ユーロもどん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 価値薄まっていってるとそいうう話なんですよ。ですで、ね。そのドルを、その大量に国債を発行してるドルを支え続けてるのが日本円ですよと。いつも言ってる話ですわ。これはいつも言ってるように、金利が低いわけですからな。結構ね、金利の低い日本で金を調達してドルで運用すると。この形になってから、この形で日本が支え続けてきたと。で、ここへ上田が日銀やな。はい、利上げですと。やったわけですから、もう一回、二回やってくると思うんですよね。ということは、この伝家の宝刀を抜いたってことですかな、これ。もうアメリカお前終わりやと。日本も利上げやと。もうキャリートレードは無理やぞと。いうことをやってるわけですよな。うん。そういう話なんですよ。だから日本からはもう金も持っていけんようになっていくんですよ。そうですね。利上げですからな。で、アメリカは利下げですから。旨味がなくなってくるわけよな。日本で資金調達する。まあそういう話になってくるんですよね。はい。あとは、あそこ。あそこ？モンゴル？うモンゴル？なんでん。急にモンゴルが出たの？いや、モンゴルってすごい国やな。今の人はモンゴルって言うけど、モンゴル帝国っていうのがあったわけやからな。昔騎ね。馬民族って言ってな。強かったんぞ、モンゴルって大帝国やったから。で、まあ、そのモンゴルが、まあ、あれユーラシアの中で要になってるんですよ、歴史的にね。うん。で、今度プーチンが行くわけよ。モンゴルに。な。ほんで、モンゴルっていうのは、どちらかというと、まあ、ブリックスの外でやった中立、ややこう西側にこう何て言うかな、押し込められてるというか、言うこと聞かされてるっていう。それがね、まあ一応形としては、プーチンって国際指名手配みたいになってるんですよ。戦犯としてな。うん、国際指名手配犯なんですよ。そのモンゴルが、プーチンをウェルカムやと。来てくださいと。国民が挙げて歓迎しますみたいな。ということは、これ、モンゴルもブリックス寄っていくってことですよ。
だモンゴルがブリックス寄るってことは、もうユーラシア大陸は完全にブリックスみたいな。すごいこと起こってんのよ、意外と地で、味すごいこと起こってるよに。地味に。ねでもモンゴルってほんと絡めないよ、ユーラシアの。ー。本当だ。大帝国ですから、そうです歴史的にね。見ると。要ですからな、あそこは。要所なんですよ。モンゴルとかチベットもな。意外と要所なんです、あそこが。もう、その2000年ぐらいの歴史をこうぐるっと戻していくと、3000年ぐらいまでいくとかなり要所になってるんです、あれ、モンゴルっていうのは。そんな話でございますと。まあ、あとアメリカはもう完全にトランプが大統領の雰囲気やろ。ニュース見てみ、バイデンのバラオジも出てけへんぞ。バイデンっておったんかみたいな。完全にトランプの話しか出てけへんから、トランプの演説。もうだからメディアも関連したんちゃうか。もうトランプやな、これはと。なんかすごいこと分かってるからな、トランプ。合法化するとかな。なるほど。あいつ面白いよな、なんか知らんけど。まあ、どこまでやるかどうかいや、はわやるやかんないろ。ですけど、やると思ね。うぞ。本当にね。なんかそもそも合法化する方がいいんですよ。そのいう国の方が多いからね。みんな合法化していってるから。まあ、正直、扱うか、だから禁止にするからこそ人間ってさ、ダメなところも多いじゃないですか、正直。あれ、薬草やからな、ってそもそも。そんな悪いもんじゃないんだよね、体に。本当はね。そうよ。それはコンビニで変なもん食ってるからよっぽど体に悪いぞ、それ。よっぽど変なものを置いてるから、そっちの方がやばい。ああやって禁止にすることによって密輸みたいなことやって金儲けにされてるわけよ。麻薬カルテルと一緒でな。だから合法化した方がいいっすよ。それはもう、な俺、毎日吸うぞ俺、それやったら日本も合法化してくれたら。体にええし。体いいんだ。体にいいよ。本当。もともと薬草やから。で、あれを要は、ピーにしたのは、日本、いわゆる、金儲け、あれ金も、儲け。そう。だから、利権なんですよ。利権なの。誰でも彼でも、勝手にな、庭先でな、育てられて、それだったら困るわけでしょ？利権にしたわけでしょ？なんていうかな、麻薬、牛耳りたいわけでしょ？そのマーケット。そうでしょ？でも、牛耳ろう思ったら、民衆が作られへんようにせなあかんじゃないですか。そうでしょ？作られへんようにしよう思ったら、違法にせなしゃあないじゃないですか。そういう話になってるんですよ。もう何でもかんでもそうですよ、全部。勝手にすんのよ、あんなこと。体に良いってことなんで自然の中で、それは毒キノコとかあるけどな、たまに。あんまりその体に人間に害を及ぼす薬草というか、その自然のその植物ってあんまないぞ、はっきり言うとけど、そんなに。そこで化学的なものをこうミックスさせて、ぐちゅ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 ってするからおかしなことになってるだけで、そうでしょ？そもそもそんなもんはないよ。存在しないですよ。自然界の中ではな。たまに毒持ってる生き物とか植物あるけど、稀よ。そういうことでございます。ちなみに、ってさ、ちょっとそれだけ聞きたいんですけど、で、どう扱えば一番安全なんですか？何が？安全って健康って言うんですけど、健康には、を数倍とかっいや、て、知らどんわ、俺、そんなもん、す、そ、俺、前、う？栽培したわけでもないし、吸ってるわけでもないから、知らんけど、なんていうかな、やっぱ、あれちゃうか、なんでもそうやけど、適度に、適度にこう、ストレス解放のためとかな、お酒もそうじゃないですか、適度に、まあ、たしなむみたいな、ワインでもな。そういうことね。要はそれ全部をな過ものじゃ剰になやい。るから、うちの店の前でゲロ吐くみたいなことになるわけでしょ？ 酔っ払うまでやるから。そら、たしなむというのはかっこいい話だな。にしても、ワインにしても、日本酒にしても、そうでしょ？たしなむって言ったら言い方やけど、酔っ払うたらなんか悪い感じやろ？そうね。についてももうちょっと研究した方がいいよね、日本。そう、ちょっと研究しといて。俺、全く知らんから。ただ、医療で使ってるからな、今。そうなんそう、だ。世界は結構使ってるよ。カナダなんかも医療って言ってな。まあ、どこまでが医療なんか知らんけど。本当ですね。まあ、ネットで見ると、なんか、外国人の多くが、トリカ、タバコよりは安全と認識してるっていうと。と思うぞ。台湾なんかでよくぐちゅ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 。最近の台湾の若い子は、やってないけど、台湾のおっさんは結構口の中ぐちゅ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 。なんていうかな。
赤いやつ。口の中真っ赤かなれ。ウィーローっていうか、ウィーロー。ぐちゅ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 噛むやつ。ウィローとあれかも一緒やからな。あれ噛んでるよ、おじいちゃんとかおっさんは。最近はおらんやけどね。ペッペペッペ、唾吐いてるよ、赤い唾。口の中も真っ赤かみたいな。台湾もな。だから、亜熱帯というか熱帯というか、ちょっと暑い国の人らは的なものとかな。ああいうの使ってますからね、やっぱな。どこの国。まあまあ、それはもう古代からのしきたりというか。そういうもんじゃないですかね。まあ、それはどうでもいい話だけこの辺にちょっと興味があったんでね、なんか聞いちゃいましたけど、ごめんなさい、ありがとうございます。ど。何を？はい。いや、そっちのポイントまあ、自分で調べて、皆さんな。はい。はい。まあ、そんなとこかな。まあ、ロシアでもまたヘリ撃墜されたりなんかやってるけど、いろいろあっちゃこっちゃで。まあ、どうやろうな。まあ、なんとかかんとかして聖書の予言を成就っていう方向ですわな、いつもの話でね。なんまあ、とかそかうんとかして全面戦争をやるんやと。ですね。まあ、やるでしょうな。だから、やっぱり。やるでしょうなっていうのは、イスラエルが完全に壊滅っていうか、屈服するまで。中途半端で今度は終わられへんと思うんですよ、これ。やっぱり。話の元になってる根源の話やからな、イスラエルっていうのが。だから、中途半端に終えると、またほら、第二次世界大戦の時のナチスみたいに、オリガルヒ化みたいにして、ソ連に潜り込んだり、アメリカに流れ込んだり、果てはウクライナ行ってみたりとかな、イスラエル行ってみたりして、また残党残るから、で、また100年後ぐらいにまた暴れ出すからな。ここで完全に根絶やしにしとかなあかんと思うんですよ。シオニスト、シオニストみたいな発想の人らは。要はロスチャイルドが作った、無理やり作ったイスラエルですな。昔のイスラエルちゃうぞ、俺が言ってんのは。この無理やり作ったイスラエルですよ。ユダヤ教、イスラム教、キリスト教、この三つどもえのややこしいところに無理やり割って入ってきた、イスラエルっていう国な。これは一回やっぱ解体せんと、近代の。だからこれ、地球に平和訪れへんからな、あそこ終わらさんと。だから根絶やしにするんやと思うんですよ、シナリオ的に。だからかなり激しいことにはなると思いますよ。なるほど、わかりました。ただメディアはやらんと思うぞ、西側は。負けてるから。負けてることは絶対報道せんから。あれ、勝ってるって言うから、あいつら。まあ、そうしないと民衆のね、そうい まだにウクライナ勝ってる反撃やとか言うてるわな、テレビ。もうええ加減にせえよって話じゃないけど、もう全滅してるやろ、みたいな。はい。今日のテーマ行きましょはい、今日のテーマはですね、う。今日は愛ちゃんからやな。今日俺からですね、違和感を消していくと、やりたいことが明確になるというテーマなんですけど、愛ちゃん仕切ってください、今日は。聞いてください。ですね、僕自身の経験談の話を今日はしていきたいと思うんですけど、最近いろいろと、やりたいことだったりとか、使命感だったりとか、使命というか、そういうのものが出てきまして、やっぱりそれに行き着く答えが、自分の頭の中に持っているモヤモヤを消していくと、これも違うね、あれも違うねってやっていくと、自然的に自分のやるべきことが定まるっていうのが、すごく、あるなと思っていて、その話をしていきたいと思います。まっちゃん自身もありますかね、その違和感が消していくと、消えていくと、やりたいことが明確化になるっていう、あるな。ありますか？違和感は当然あるわな。役所うるさいこと言うてくるしな。いまだに厚生労働省変なメールばっか送ってくるしな。マイナカードはやらせろやらせろとかな。まあ、そんないろんな意味合いでしがらみというか違和感はあんねんけど、ただまあ違和感取り除くにはやっぱり頭の中のモヤモヤだけでは解決できなくて、頭の中の書き換えだけでは解決できなくて、やっぱ行動になってくるかな。やっやっぱりぱ。そういう構図ですよね。そうですよで、ね。行動とか、あと人とのつながり。そうですいよろんなこね。とをコミュニティでいろんなことをコミュニティ作っていろんなことやっていく。いろんなことやったりいろんな人と会う。まあ、その、ものの分かってる人やな。そういう人たちとこういろいろつながっていくと、自然となんか出来上がっていくっていう不思議な時代になってるかな。そうなんです。僕もなんか今回いろんな人と対談して、いろんな人と話を聞いてるんですけど、やっぱりそうすると見えてくるんですよね、答えがね。っていうの非も。常に不思議な時代。だから、なんか目的があってみんなこうしようぜっていう一方的なっていうかピラミッド構造っていうかな、上から何かこういう号令かけられてっていうよりは、なんかこういうテーマでこういうことを共有しませんかって言ったら、みんな人々みんいろんな人が集まって、なんかそれを体験してるうちに、なんか
まあ、ものの分かってる人ばっかり同士やから、どちらかというとん。自立したもん同士な、いつものそう話ですね。なってるはから、なんか話、なんか前行きやすい、いろんな事柄が。い。ああ、行きやすいですね。うん、完全私、にこんなそうんもありですますね。よ、みたいなやつとか。はうん、こんなんやっい。たら面白いんじゃないのとかな。ああ、ありますいっね。ぱい出はい。てくる。で、行動すればするほど次が出てくる。そうですね。何も考えてるわけでもないけど。っていう時代になってますわな、もう。時代が変わりましたね、かなりね。うん。この先もっと加速するんちゃうか、それが。だから、やっぱね、何か行動を起こさんかったら、ここと始まらん感じになって。だから、行動を起こすためにも、みんな行動を起こせないよねって言うんですけど、僕から見るとそうじゃなくて、行動を起こせないのが、そもそも、違和感を消そうとしてないと、違和感のまま走り続けちゃってる部分があるなと思っていて、なんで僕その違和感っていうのがあるかっていうと、クリエイティブの世界でもそうなんですけど、物を作っていくと、物を作るものを綺麗に見せるのって、どん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 その物があるものを、あえて違和感残すっていうのもあるんですけど、違和感を消していった方がいいものできるって言われてるんですよ。で、その方法を同じようにやっていくと、すごく自分の方が綺麗になっていくというか、要は見えていくくるというか、やりたいことって、そうすると発言に、その言葉から全部次元が上がるんですよ、そうすると。自分のね。で、自分の次元が上がるとどうなるかっていうと、結果的に周りについてくるとか、周りに関わってくる面のレベルが上がるんで、そういそううこなっとてなくんでるすよ。と、質が良くなるんですよ、結果的に言そうと。っていうことが最近すごく経験していて、あ、やっぱり、きちんと明確化に自分のミッションっていうのを、やっぱり作って、それに腑に落とさせることが大事なんだなっていうのは思いますね、やっぱり。それが俺がいつも言ってる相乗効果っていうやつなんですよ。波動のね。だから、これまでの時代はどちらかというと、なんか行動とか何かするときにも、これうまくいかないんじゃないだろうかとかな。これやったってそんなになんかいい結果が出ないんじゃないだろうかとかな。果ては儲からないとかな。そこが軸になってるわけですよ。どう思われるかね。これがもう、ちょっと先行ってる人、まあこれ見てるような変わり者の人らは進化してるから、それがないんですよ。ないなね。いから、ね、ない人が、そういうしがらみのない人が企画するでしょ？そんな、今までと一緒に大したことやってるわけじゃないけど、そこに集まる人らも進化してるから、発展していくんですよな、相乗効果で。そうです大しね。たことがないものが大したものになるみたいな。うん、共感ですわな。だからな、すごくそれが応援につながるし、そうすると最近僕なんか応援してくれる女性たちが多いんですけど、世界中に。そしたらなんか応援団みたいにできてよく対談してるんですけど、やっぱり、なんだろうな、共感しやすくなりますよね。やっぱりそそう。れができるいや、とだね。から、俺がいつも言ってる、それ2極か3極かになってるってことなんですよ。そういう波動のところには、そういう波動の人が集まってるから。だからね、すんごうん。いレベルが違うっていうのは、感じていて、そうで、なってくると、どうにもならん古い波動のとこには古い波動の人ばっかりドロドロでおるから、足の引っ張り合だから利権とか、もうめんどくせえ、しがらみとか、い。うん。もで、前へ行かん？う、何やっ前たいの？か、いや、前に行くんですよ。前に行くんですけど、いいものを逆に消し去るアホが多すぎ。で、調整する？いろんな人の意見を入れて、足して2で割り、3で割りして、まあまあ、ここら辺でってなるから、何にもなん、なんか結局つま前らんもん進になしる。ない。だから結局そうそ前進しないし、前も進まないから、これはダメだ、この組織ダメだと思っちゃうもん。正直。そう、妥協の産物な。ってなるんですよ。だから、あゆちゃんがちょっと最近そういう感じでな、波動を共鳴する人といろんな風にうまくいってるみたいな話聞くとな、俺のおかげやろ、それ。だから言ってるじゃないですか、俺、まっちゃんのおかげだって俺言ってますよね、毎回。知らず知らずの間にそうなってるからな、これ。うだから結局、ん。まっちゃんに2年間、そう、お金の価値観、いや、まっちゃんから学んだのは、お金が本当にね、違和感だっていうところ、要はお金がただの、紙切れであり、通貨であり、ただのゴミって言われてる。ゴミではないけゴミど、じゃないけどな。うゴん。ミじでゃもないゴけミじゃ。ど、言い過ぎだけど、ただの紙切れって思った瞬間に、全然世界が変わったからさ。だから俺、最初に言ったのは2年前の一番最初、共同幻想やって言ってんの、あれ。みんながそれが価値あると思ってるから、そうぐるぐる回ってるだけで。所詮会やろ、だって。だから、それやった瞬間に全然変わったわけですよ、僕自身の感覚も価値観も。そしたら見える世界が変わるし、当然なってくると、お金持ちの人はみんな金持ってて、それなりに持ってる人は同じような意見なんですよ、同じような感覚なんですよ。
そうするといろんな人に出会って最終的にこうなるっていう人生構成ができるというか、そうするまあ、あれと、ですな、あなた、俺のおかげで 感謝してもらわなあかんいやいがんな。やいや、だから感謝してます。おにぎり1個、おにぎり1個も買うたことないもお金に関係なくこれやってるじゃないですか。そんな言葉で表では言わないけど、結構安いですからね。安いじゃないですか。ん。で、まあ、あと、あれですよ、これいつも見てる人もな、もう見続けてる人も、知らず知らずのうちに変わってると思うんですよ。俺、そういう構成にしてるからな、うまいこと。みんなが知らんうちに変わっていくように。いや、だから、まっちゃん、才能があるんですよ。才能ってのは、俺、わかんないのが、なんでまっちゃん、本当にさ、こう、教える側に行かないのってのは、不思議だよなって思うけど、そういう人じゃないんだろうなと思いまして、最近。そう、それはめんどくさいこと言わないよ。これ自由僕にこうやっは、てやってるだけ僕は、教える側の人間だからさ、だから逆に言えば、まっちゃんとかがもらった能力を、そのまま、他の人に、僕は、使うけど、まっちゃんはやっぱり教える人じゃないなっていう、教えるんじゃなくて、ただ伝えるだけ。そで、伝えるのとプラス、伝える相手を選ばないと、疲弊するから選んでいったりするからなってそ思う人。う。そう。だってそうやろ。ゴリラに何語ったって無駄やろ。まあね、だから確かにね、頭いいやつにかかんないと意味ないからな、そうだな。わけ分かってんやつ何言ったって無駄やろ、それ。理屈がわかんないやつに言わないと、それは話がわかんないんだけど、それはすごく感じますよ、まあ、だだからからね。まあ、いつものお話じゃないけど、これ見つけた人はラッキーやぞ、ほんま。この動画見ラつけッた。キーというか、これ話した救世やつ主やろ、救は、世主。救いやで。はい、今日のテーマ、何やったっけ、ほんで。まったテーマ覚えてないでしょ。まったテーマなんだっけっていう。話それる今か日は違ら、和じゃ感を消していくと、やうりたいことがん。うん。明確化するっていう内容なんですまあ、けそど、の通りですよな。ほんとその通り。だから、そもそもまっちゃんっていう違和感、まっちゃんが言う違和感って、もうちょっと言語化すると何ですか？学校？まあ、法律？法律は、でかいね。でかいね。天皇陛下？天皇陛下、でかいね。でかいこといくね。岸田？岸がでかいこといくね。あと言うたキリスト教？言っちゃいけユないとこダヤいっぱい教言ってる も？わ。全部？全部。だから、ここ取り去るとな。違和感の話になるけど、こんなもんを全部と、キリスト教、ユダヤ教みたいなもん取り去っていくとな、宗教的なもんも。司教ってほんまにマロニンかみたいな話とかな。俺は違うと思ってんねんけどな。マジでそこから思っよ。てる、俺本気で。あ、意外そう。と俺は、丸く見えてるだけ？見えてるだけ？あ、人そう。間の、その人間、が目に見える範疇。ね、そうね、ね。人間が視覚として確認できる範疇と、それと人間が考えれる構造っていう、もののその構造の見方っていうか、範疇ではそう見えてるだけだと思ってるのよ、俺。だから、平らではないんやけど、平らなものが丸くなってるっていう感じ。わかりやすいという。難しい言い方やねんけどな、ちょっと。難しいな、わかんない永遠な。に平らじゃないんですよ。平らやねんけど、それが丸く収まってるように見えてると。まっちゃんいからすうると。誤解やと思うんですよ。あれも錯覚。それは人間には判断で、理解できへんとこらへわんやかんない領域だな。ん。だからそこまで行くと、もう全部、何やったっけ？さっき今日のテーマ何やったっけ？違和感。これ全部。だから要は目に見えてるものが本当なのかっていうところだよねって話そだ。こなんですよ。そうだ結ね。局は。だから結局な。自分が見てる目で見てるものが本当にそれが本当に存在するものなのかって、その物理法則のそこから入ってくるって話。だからね、そういうふうに考えていくとな。まあ人間みたいなもんもおったり、犬さんもおったり、猫さんとか牛さんとか馬さんとかおるわけやん。ほんで、虫さんとかおるやん。ムカデさんとかな。で、鳥さんとか、いろんなおるわけやんか。やのに、宇宙人っぽいのが地球の中におらんはずがないっていう方が正しいやと思うんですよ、俺。そんなことありえんやろ。ありえないあでれす不思ね。議やろ、ムカデさんとか。エビとかな。果ては鳥？空飛ぶわけでしょ？そこまでなんかいろんな生態系があるのに？
いや、それは宇宙人みたいな、コロボックルみたいな小人もおったり、あと巨人みたいなやつとかな、それ地底人とかおって当たり前やと思う、それ。それは隠されてるだけというかな。まあ出てくるやろうけどな、トランプが出てくる。南極にこんなやつおるとかな。あ、いや、それの方が普通、考え方としては。そうね、考え方は普通かもしれないそうでしね。ょ？うん。ただ、我々が、教え込まれてるこんなもんですよ、みたいな。これ、箱庭ですわ、箱庭。箱庭としては見えてるもんだけが全てみたいな。違うかなと思うよ、これ。なるほどね。うん。うん。っ理て屈なはる分かる。と、解放やな、これ。iPhone。なんか話またずれていった。ずれてるね、ごめんね。今日もこんな話好きな人おると思うねんな、多分。相変わらずまたずれて解放。まあ、結局、なんだろうな。自己って、あのね、じゃちょっと切り口変えるとね。今日でもこれこんな好きな人おるから、まっちゃん、私も地球は丸くないと思ってるのよ、みたいな人何人かおると思う。手挙げてると思そうもそも、じゃあ、ちょっともう一回自己成長の方に戻すけど、よ。うん。人間それぞれみんな、コンプレックスが仮にあるという仮定においては、全くない人はいないわけだから、いろいろとあるわけだいから、や、いろいろとある。今日の話楽しいな。コンプレックスがあるというものが大前提にするのであればだよ。あコれンプレックス？ば、うん。違和感って、成長過程では必須なものだっていう認識でいいよそうです。ね。それをだよもがね。いてるっていう状態ですよ。うん。で、自分で学んで、自分で調べる？歴史とかいろんなものをひっくるめて、そう古代とね。か。学んで、調べて学んで、で、自分なりに納得する？って要なはると、結局さ、みんなさ、僕もうすごいいろんな人と話してて、勉強になってんだけど、なんだろう。みんな人生通ってる、結局のところ、それぞれにストーリーはあるわけじゃないですか。持っているようなね。まっちゃんにはまっちゃんのストーリー、奥さんには奥様のストーリーとか、娘さんには娘さんとか、息子さんには息子さんのストーリーがあると思うんですけど、やっぱりそのストーリーを輝かせるのも、その映画みたいな感じで輝かせるのも、やっぱり違和感消すことになるよね、とは思って。そだよね。まさにそこだよね。だから、結局、そこをストう。ーリーを違和感があるからだうやむから、やにさせちゃってるものを、単純に言うと、自分で勝手に作った箱庭とか、檻やな。無理だよね。そう自だ分よで作った檻ね。なんですよ。自分で作った檻から出るってことなんですよ。だから結局、俺から出るっていうのを自分が作った、ようやがあって、そのようやの中がいわゆる違和感ですごい固まって、でもようやがあるわけですよ。でもみんなそこから出るのが恐怖で出られないわけですよ。で、そのだっようてそう、やの、餌くれるから、そこおったら。そうだよな。餌くれるし、ワクチンくれるやろ。くれるから楽だからそこにいるんだけど、でもそれを外した瞬間に本当の自分になれるから、生き方が楽になるんだよね。れを自由って言うんですよ。だから、自由になるのが違和感消すってことなんだろうだから、なとと。いうことは責任伴うってわけですよ。もちろんね。自立せんとこでしょ？野生に出ていくわけですから。いや、そうだね。自分でね。今までは檻の中におった羊でしょ？とりあえずこの社会おったら安全やと。とりあえずは日米安保やと守ったると。うな。まい、表現がうまいな。いや、とりあえず働いたら金やると。いや、うまそいれからな。税金表払現えうと。まいな。あれ税金というのはその家賃やからな。この檻の家賃払えと。言われてるわけよ、この辺。わ かる？いや、わかるわかる。だからね、やっと最近ね、まっちゃんの言ってることがよくわかってきました多分2年前はみんな違和感持っとったと思うんですよ。俺のとこ、こいつ何言ってんのかなみたいな。よ。思っとったやろ？俺も思ってた。今普通やろ、それ。いや、今は逆に言えばこれが当たり前になっちゃってるから話が合うもん。ようわかるやろ、これ。理解がする。理解というか、てか全部言語化できる。ちゃんと。なんで理屈的に、僕自分の経歴からなんでこうなって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 これが嫌だっていうので、それに関して嫌だからこうなりたいっていう強いメッセージを得られるっていうのは自分の中でできてる。で、それに歯向かう人はいつまで経っても、箱の中でもがいてる人なんてかわいそうだなって見るようになった。そう。でもこれ、岸田が作った檻ちゃうからな。自分が作っ自た分もん。で勝手に作ってるから。自分で。だから、自分の解放っていうところだよね。多分ね。のためには行動と責任ですよ。やっぱ。でもね、人間に責任押し付けとったら、そでんもなさ、で人き間っないですよ。てさ、悩んでる時ってさ、前に進めたいのよ、全然。うん。だから檻から出るんですよ、一回。とにかく何でもええから。
どれかなるんですよ。で、どうにかなるということを気づくっていうことですよ、まずいは。や、でも、本当にね、昔、檻の中にいた感覚があって、違和感があったけど、やっとそれを解いたなって、最近あれじゃ、思う。もうやっとったやろ、昔は2年前までは。檻の中おって、餌ください、パク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 ってやっとったやろ。俺ね、多分それ、小学生からずっと檻の中に過ごしてたんだよ。で、朝と夕方だけ散歩連れてってもらってな。で、で、散歩終わったら、岸田がムチ持って、おい、腹ほどみたいな。そうなんだよ。それが俺ね、ガキの頃からめっちゃあったもん。本当に。面白いな、ほんま。でもそれがね、今日の話面白いな、お前。本気で2年間にやって、その理屈で出る理由を叩き込まれて、ほんで、この後、この1年だよね。この1年で急激に変わり始めてるから目覚めたさ。か、目覚めたか。目覚めましたね。はい。だから今楽で目すよ、覚め生きたるか。の、本当。まあでもな、前にもこの動画でみんなに言ったけど、もうギリギリのタイミングでやってるからな、俺これ。もうさ、さい、今目覚めたら大丈夫っていうギリギなるほどね。リ。あんまりな、これ3、4年前からこれやると、まだね、みんなそこまで気づいてないから、ハテナマークが多すぎてな、ちょっとまだ現実味がないんですよ。でもいや、もうだこかのら、なんてか、い年になると、もうこれいかんぞと。はや、よで目も覚めね、てまっほちしいゃとんね、思っまった。ちゃんね、でもね、よくそのさ、まっちゃん領域にさ、もう5、6年前から行ってたよね。まあまあ、もっと言ったら昔からやけどな、俺。なただんで言なの葉かにできへんね。かっただいや、けおやもな。ろいね、まっちゃんってね。なんでもうまっちゃんそれになったの？なんか。え？なんでまっちゃんそれがもともと能力持ってたのって話だよね。いや、だからさ、この今日の動画のテーマである違和感を持ち続けてたからですよ。素直に。ああ、うん、もう若い時からな、高校生とか中学生ぐらいから。やっぱり何事にも違和感持てってのが一番そ大れ事をだよ素ね。直に感じ取ったらそうなるだけですわな。それをでも違和感感じながらでもこんなもんやと諦めてしまうとそれ終わりやな、そうもす。だう。おからも要ろい映画が作は、れない。社会だから要はね、違和感って言葉をね、はっきり言うとね、向こうは何も言ってこなくなるっていうことが最近分かったよ。多まあ分でみんも。な同じなのよ。全員そうなんだけど、全員多分違和感っていうのは感じてるはずなのよ。感じてきて誰が見て感も、誰が。じてるんだけど、その感じてるけど、みんなその違和感を言わないんだよ。いや、言わないじゃなくて、こんなもんかと諦めてる。諦めてるんだ。それだか、かいやら、いや、檻の中の方が都合がええ人もおるんですよ、世の中には。ー。まあね。ああ、まあそんなんね。私嫌ですみたいな。だ、の、檻の望ん中の、でいここや、にいるんで檻すのよ。中の方が自分の姿を隠せるから、隠蔽ができるのよ。そういう人も多いんですよ、世の中には。だから隠蔽もできるから、だから檻の中であえて隠れて美味しい思いをする。だから、檻を作る側もいるからね。だから、檻を作る側は逆に、檻に人がいなければ意味がないっていう発想になるから、うそれん、は利権的にはいさせるよね。だからそっちの方が都合のええ人っていうのも結構おるんですよ、世の中、本当。だからそういう人たちの前にね、まっちゃんが行ってな、その檻のとこ行ってな、鍵パコッと開けたって、はい、皆さんどうぞって開けたっても、いや、私はここの方がいいですからって言われるわけよ、俺。まあ、それはそうだ。そやろ？何言っても無駄やろ、それ。時間の無駄。はい、どうぞ、入ってまた閉めるわけよ、鍵な。だから、ただね、これまあいつもの話と一緒で、それはそれでええんですよ。それが良けりゃな。それはだって人が選んだことは別うん、に自ね、分問の題選んない。だことやからな。ええんやで。けど、俺がいつもこの動画で言ってる獅子になった話じゃないけど、死ぬ時にどう思うかってことなんですよ。それ最後。うん、その状態でな。はい、私の人生はいかがなもんでしたかっていう時、やっぱり死ぬ前っていうのはね、やっぱ振り返らなあかんからな。やっぱどうやっても。うん、今、これまで生きてて何がどうやったとかな。楽しかったとかな、いろいろあるわけやん。次、あの世へ、次の世へ行くわけやからな。その時の、振り返った時に、うん、どう思えるかっていう話なんですよ。死ぬときにどう思えるかって大事だよな。そこが一番ですよ、最後は。うん。死ぬと、決めた時な。もうこれあかんと分かるわけですよ、人間って動物と一緒で。死ぬ前っていうのはな。もうこれはどあがいてもあかんやろと。その時にどういう思い出を持って死ねるかと。それが次の世につながるわけですから。確かに、それはそう。確かに、それは重要。死そぬとこきなにんどうよ、思うかは言っ重てんのが。うん。それ楽しかったかと。え？いや、楽しくはないでしょうね、多分ね。いや、私はこれでよかったって言うともおるやろうけど、それはただ単にこの世的な物質世界の話ですわな。
まあね、確かにね。精神的にはじゃあ成長しましたかって言ったら、さあ、それは疑問やと思うぞ、俺。神に近づいおもろた。いなあ。天界に近づきましたかって言われた時には、あの世に行った時にな。いや、またあんまりもう一回やり直してこいって言われると思うぞ。神様に。そうね。もう一回行け。だからさ、その話も戻すけど、やりたいことが明確化になるってことは、要はストレートに気持ちよくなるってことだよね、なんかそういうこね。とです。こういうことだよね。心地よい毎日を送るってことでしょ。ただ、心地よい毎日だから、自分にやることが明確だし、そのストレートになってくるから、すごい、なんだろう、こう、生きやすくなるというか、た毎日。だ、人間的なところで会う人と会わん人とすごい分かれるけどな。まあ、だからそう、ふるいにかけるわけよな、また。でも、君は会う人しか周りにおらんやん、だって。そやろ。ね。全員があったら、ね、社会が混乱しちゃいますからね。だからそれがまた相乗効果が、まあ結局波動みたいな話になってくるのさな。波動とか次元でしょ？本当だに。から目に見えないものというか言葉を超えたものですわな。そういう言霊というかな。結局そういう話になってくるんですね。やっぱ。言葉はね、そうね。どうやってもその話になってくるんですよ。だから目に見えてるものだけの理解でおったらなかなかそれはわからん話。それは宇宙人も地底人もな。そうね、そうだね。理解できへんでしょ、そんなこと。理そん解なではずはないとかな。ない。ないない そうなるわけよ。ないない。なるほ大ど。体がな。まあそもそも目に見えるこの世界っていうのは箱庭や。実は。前にも言ったけど、国のボーダーラインそのものが箱庭の世界ですから、勝手に作った。勝手にできたこの箱だね。で、地球全体でいくと、その教育とか教えてる知識みたいなものも、勝手に作ってるだけですからな。人が勝手に作ってる物語を。もんね。これはそうだね。で、大体こんなもんですと。お前らが知るのはここら辺でええやろと。いうことでやってるわけですからな。どう考えてもおかしいやろということ多いんですよ、やっぱ。まあ正直、お前らもうちょっとちゃんと、まあおかしいですね、確かにね。裏を返すと、そういうところを学びなさいよ、知りなさいよっていう話になってるんですよ。展開行ってな。展開行って、もう二度と地球に降りてこない人間になるのか、そういうところをしっかり考えなさいよという話になってるんです。そういう話になってると思う、ストーリーは。宇宙的なストーリーでは。ゲームですから、あくまで。ゲームのキャラクターやもたら分かりやすいですよ。だこう、何か成長してて、成長していって次神様になるみたいな。それをゲームのキャラクターとしてやらされてる。っていう感じが分かりやすいですよ。わかりやすいか。なるほど。ねえ、たっけ、読んで。もう毎回テーマを聞く、このまっちゃん。違和感を消していくと、やりたいことが明確になるって、もう8時に言うので、もう1時間は話してますよ、一応。まだよ、愛ちゃんどうや？え？愛ちゃんからはどうや？俺からか。俺から、今日なんかまっちゃん楽しそうっすね。こういうの大好きやで、俺。楽しそうっすね。目輝いてますもうね、大今体地日は。球は丸くないやろって思ってる人と何かをこう混じり合えるって一番やな。俺は違うと思ってるね。なんだろうな、要は、みんな、日本人って特にそうなんですけど、本当に周りに行動を合わせるというか、自分を出さない人が多すぎるよねってのはもまあ、それはそれでな、特性としてもええやろし、好きでやってんねんか。う。そうなんだけど、もうちょっと自分出せばいいじゃんって思うよね、やっまあ、そぱれはり。いろいろある苦手な人もおれいば、や、もちろん多苦分苦手手な人な人もおもおる。るとか思いますけど、ただ、苦手なのも苦手なくても関係なく、それを出さないと、つまんない人生だと思うよと。それはそう思うな、もう、やっだぱ。って、そうじゃないですか。だって、ね、いや別にね、人間特徴的に無口でも何だったらいいんですよ。でも分かるじゃないか、無口のやつでも自分が出てるやつって。おるおる。いるでしょ？要は、おるおる。別に、言葉だけじゃなく、態度でもなく、行動でもないんですよ。ただ自分が出てるやつは自分が出てるって分かるんですよ、見てる側は。だから、波長が高いと多分、次元が高いと見えるじゃないですか。あ、こいつはちょっと、普通の、要は無口で何もしないで自分が出てないけど、明らかにエネルギーが高いから、何もできないよねっていう人いるじゃないですか。それだと思いますよ。まあ、わかりやすいのは何も考えてないやつと何か考えてるやつとの差か。大体ね、自分で何か、前へ出てるわけじゃないけど、その何かをこう、
しない人、先頭立ってっていうかな、まあまあ先頭立ってでも何かをこう、さっき愛ちゃんが言ったような話にね、しない人は、何も考えてないだけですよ。本当。なんか考えとったら何か出てくるよ、やっぱ。お、なんか考えてたら、なんか動くよ、みんな。考えてないんですよ。考えてない。今日何食おうかなとかな。今度旅行どこ行くかなとかな。そんなことしか考えてないってことよ。もうどうしようもないよ、それ。どうしようもないと思いますよ。どうしようもないぞ、それ。おもろいか、それっていう話になってくるな。だから、目に見えてるこの世のそのシステム構造というか箱庭構造の中のエンタメだけを楽しみにしてる。こうなるとつまらん人生になるんですよ。そうね。与えられたエンタメな。ディズニーランドとかな。そうね。映画だとけかど、な。与えたものを楽しむんじゃなくて、自分から見るから楽しい場を作れって話なんだよ。だからパチンコ屋とかな。与えられたもんで喜んでる。そうあだとからプロ野ね、球。僕はね、与えられたもので喜ぶのは悪いことじゃないんだけど、それ悪いはこそとれじゃで、ないけどな、勝手にしとけって話じゃねえかな。それは悪いことはないんだけど、ただ、次元から考えるのであれば、それはちょっともったいないことをしてるよね、皆さんね。もうちょっと自分で楽しいことを作って、自分で楽しいことをやった方が、多分人生豊かになるんじゃないかって思いますけどね。そう、だからプロ野球とかな。で、八百長のあった大相撲とかな。それはそれでええんやけどな。悪く阪神はな勝いけてとどか巨人ね。勝てとかな。じゃあ悪そくれはないでけええんどやね。けど、与えられてるもんですから、あれ。そうね。エンタメですわ、エンタメあれ。3S 制作って言ってな。スポーツ、要は世ネッのト中って。が与えられてるエンタメに踊るんじゃなくて、自分でエンタメ作れよって話そなうんだよ。ね、だけ。スポーツ、スクリーン、セックス、3S 制作。お前らこれやっとけと。自分で楽しいものを作った方がいいと思うけどね、そうみなんんですよ。なね。そうなんですよ。だから、それやろうと思うとな、やっぱ自然に携わらんと無理なんですよ。多少。自然を取り入れてこんと。自然の中のもので何かを構築していくっていう方法しかないんですよね。そう。それをこう使いながら何か半分人生に取り入れていったらだいぶ違うぞ、本当。そうね、頑張ってほしいよな、みんなな。心豊かになるし、食べ物に困らんし、いざとなったらもう全部ここにおるぞ、みたいね、な。そういう話になるんですよね、結ね、局。本当にね、だから本当そういうことですよ、皆さん。自然取り入れなあかんと思うわ。点を取り入れる。でも大事そだれしね。かないもん。今日は人まっち間。ゃんの目が本当に輝いてます。だってあれやろ。最近の変な海水浴とかビーチ行ったら入場料とか取るからな、その辺のビーチって。何やそれと思えへんか、あれ。なんで勝手にそんなことすんねんそうと。だよね。あるわ、あんなこと。わかるわ、わかります、わかります。なんな変なことになってんのかと思うよな。そんなとこ行くんやったら何も取る、いっぱいあるやから、日本なんて海岸線沿いやねんから、確かにね、確かにね。そんな変な人工的なとこ行くよりは、いろんなもんがあるわけですから、今日まとまってないぞ、これ、愛ちゃん。まとまってない。いや、結論から見ると違和感を消していくことはいいことだということじゃないですか。どうでしょう。今日は最後まとまり悪いな、これ。いや、しんまどとい。まり、でもまとまりはでも、明確化じゃないですか。だって、もう普通に考えて、アクティブに動くことは大事だって。だから、要は3つ、じゃあ僕がわかりましたよ。まとめますよ、3つに。はい、いきますよ。まず、1つ目は、まず、違和感は早く消したいということ何ですね。や、これ。だから違和感を消すには、やっぱり自分を見つめ直すというか、ちゃんと周りのものを疑いを持つってことが大事だよね。まあでもある意味事実を知るとか真実を知るのは大事やぞ。そう、あとメカニズムをちゃんと、これは得意不得意な人がいるから難しいんですけど、ちゃんとやる原因に何かある違和感っていうのは、必ず発生してる違和感っていう、ある違和感っていうのは発生する原因があるわけじゃないですか。だから原因をちゃんと特定することが大事なのと、原因を言語化することが大事です。僕だから、僕自身が最近、自分のやるべき使命というものが明確化になったときに、逆算するときに感じてるのは、ちゃんとした原因はあるわけですよ。理由が。
理由があって、その理由をどんどん詰めていくと、あ、だからこうなるので、だから、それに対して僕は違和感があるから、それをなくしていく社会を作りたいっていうような発想になったわけですよ。うん。それも必ず違和感っていうか、違和感の中には理由があるわけだから、理由を明確化した方がいいなっていうのは全員に伝えたいですね、僕は。うん。だから、その信じ込んでた幻想みたいなもんですわね、違和感じゃなくて、その辺の向こうみたいな。信じてたっていうか、これがこんなもんなんだと思ってたのは、信じてたやつですわな。実は全然違うっていう。違うと。それを今度は知る、よく学ぶと知るわけでしょ、これ。知ってしまうわけでしょ。もう知った後に戻れんよ、これ。嘘やったんや、これと。結局それは、それこそもう常識的な仕組みの中に踊らされたんだけど、それを開けた瞬間に、いや、違うやんって。そうよ。それは申し訳ないけど違うから、じゃあ俺はこっちの UGC、こっちをトゲ持ってやるような方が、ついてくる人はついてくるよ。そう。だから、その檻の中におったらな、こういう食べ物あるけどな、外界行ったらそんな食べ物ないぞって脅されるわけでしょ。で、怖い狼がいっぱいおるぞと、殺されるぞって言われるわけでしょ、檻の中おらんと。で、出てみたら、狼はおらんし、誰もいっぱいあるし、みたいな。何これ、みたいな。そういう話になってるんですよ。脅すわけよ。この檻から出たら、ね、狼いっぱいおるやぞと。だから入っとけって脅すわけでしょ。これが政治のやり方ですわ。お前らこんなんかおれってやってるわけよ。ね？ 出たら全然違うみたいな。本当だよね。そういう話になって、物語が。はなりますね。い。まあ今日もいい話やな、これ。俺の大好きなやつやな、今日は。もう大好きなものを僕少しは成長しましたね。今日もこれまあ毎回続いてるから、みんな元気出ていってるんちゃうか、これ。毎そう回。ね。だから結局、なんだろう、早く次元を上げた方がいいよ、自分のね。だから自分が、僕も昔、牢屋って思ってたから、だから牢屋の自分をね、やっぱり牢屋が分かりやすいよ。自分の中に見えない牢屋っていうのは必ずみんな持ってるから、本当に今苦しんでる人たちって。そう、あのな、すべては、今日結論最後言うけど、すべては思い込みから始まってるからな。すべては思い込みなんですよ。思い込み 思い込み外さんとどうしようもないのよ。そうね。で、その思い込みを外して書き換える作業をまっちゃんこれやったってるわけよ、ずっと2年間。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございだから多分見てる人は元気になっていってるはず、ますまます。す。思い込みをどんどんしてるっていうね。私にできないことなど何もございませんみたいな感じにだん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 なっでていくも、んで本当の自分を出していくってことだね。す。自然にそういう頭の中ある意味、に思作っいてる込みと。も医療行為だよね。思い込みを外すっおお、ていう医のも。者やぞ、これ、これ。一緒だよね。ドクターじゃないですか、ドクタ ドクター抹茶にする、次からタイトル。ー。で、吉野先生みたいな、吉見。うさんくさいからやめた方がいいけど。え？うさんくさいからやめた方うるがいいさいけな、それど。ドクな。ターもちゃんうさんくさいからやめた方がいい。はい、今日はこの辺で。ありがとうございました。どうもさでよす。なら。あー、失礼します。